にちは、朝日奈彩です。本日は私が最近ものすごく愛用しているものをすべてここに持ってきましたので、そちらをご紹介していきたいと思います。一番最初、多分皆さんが気になってるかなと思うのは多分この真ん中にあるやつだよね、はい、かなって思うんですけど、商法っていうところのセイロを購入しました。いや、嘘だな。プレゼントしてもらったうちの家族はなんかプレゼントを交換し合ったりとかするっていうのをずっと続いてるの。だから30年間ずっと続いてるんだけど、でこちらをプレゼントしていただきました。ありがとうございます。でちなみに後々紹介するんだけど、これも買っていただきました2つねだるというね。本当に持ってないよ、何でも美味しくなるの。私はまだ作ってないんだけど、なんかこういうセイロのアイテムをせっかく買ったんだから、シューマイとかを作ってみたいなっていう風に思ってて、なんかそれをねこれから後々こう愛用していきたいなって思ってるんだけど、最近はお野菜ので使ってみてすごく美味しくできたので、このセイロは購入していただいてすごく良かったなっていう風に思ったアイテムでございます。で、じゃあ続いてはこれをねもう一つ買っていただいたんですっていうお話をしたかなって思うんだけど、私麹作りにすごい興味があって、今年のね2月に自家製のお味噌を作ったんですよ。で、その自家製のお味噌がめちゃくちゃ美味しくて、自分で作るお味噌とか自分で作る麹とかってどういうものになるんだろうなと思って、これはヨーグルトメーカーとかなんだけど、でもその中にその発酵するっていうものだから、まあ、例えば自分が使っている自然栽培のじゃあお醤油とお塩と麹とみたいな感じでグラム数に合ったものを入れてスイッチを押して6時間放っておくだけで3ヶ月ずっと使える醤油麹とか塩麹ができるの。めちゃくちゃ楽だし、めっちゃ美味しいの。それがこれは1万2000円とかだったの。意外とそんなに高くなくて、で使いこなせるかどうかっていうのがやっぱり不安だから、なんかリーズナブルなものでちゃんと生活の一部として使えそうなアイテムがいいなっていうのでこちらにしたんですけど、で何が良かったかっていうと、開けた時にこの中が瓶なガラスなのよ。だからガラスだと匂いがつかないの。なるほど。そうだから今から買い足すよっていう風に思ってらっしゃる方はガラスはすごくおすすめだと思います。気になる方がいらっしゃったら、参考にしていただければと思います。この流れで大物をいきましょうか、はい、すごい存在感なので、こちらはですね象印の布団乾燥機でございます。もうね冬になってくると布団乾燥機は欠かせません。冬ってさ、すっごい寒かったりとかさ、空気の入れ替えをしたりとかさ、するときにさ、やっぱどうしても部屋の中ってすっごい寒くなったりとかしちゃうんだけど、でもその部屋の中も寒くならないお布団がすっごいふかふかになるっていうのがもう個人的には大好きで、今はもう欠かせない存在になっております。なんかさ、11月の中旬ぐらいになったかな、なんか急に寒くなったでしょ。いつこんな寒くなりましたみたいなタイミングがさあったじゃないですか。これがあるから私は冬乗り越えられそうだなって思いました。本当に騙されたと思って買ってみて、で私ヘアメイクの神戸さんに言われて買ったので買ったらまんまともう愛用者になっちゃって、これがないと生きていけないの。なんかあんまりさ、生活の一部としてさ入ってこなそうなイメージじゃない。めちゃくちゃいいから本当に騙されたと思って買ってみてほしい。はい、ということで続いてはこちら、北の靴でございます。こちらはボンダイセブンのアイテムと、こっちがクリフトン9のアイテムでございます。他のスニーカーは本当に大好きで、もうね何足持ってるかどうか分かんないぐらい持ってて、可愛い、そして歩きやすいで、ボリューミー感もあるから足が痛くならない。ギフトする時によくボンダイのスニーカーをお渡しする機会が多くって、それこそザコちゃんの誕生日の時に他のスニーカーをプレゼントしたりとか、この間も母親と弟に他のスニーカープレゼントしたの。12月に両親の結婚記念日のタイミングがあるんですよ。なのでその時用にっていうので母親にはプレゼントをさせていただきました。
で、なんかいろんなね、なんか種類があるの。光沢があるレザーっぽいような素材があったりとか、あと防水とか、本当にいろんなのがあって、立ち仕事の方多いじゃないですか。少しでもなんか楽をしてほしいなっていう風に思ったりとかした時に、まあ、他のスニーカーっていうのはすごくこう可愛くて、あの歩きやすくて、もう足も痛くならないっていう、本当にこの3つが揃ってるいいブランドなので、新しいスニーカー考えてるよっていう方がいらっしゃったら使っていただければと思います。あ、この間紹介したので言うと、これはもうサクッといくね。この間11月の購入品で紹介したメガネとサングラスでございます。これはもう本当にあの可愛くて、個人的にすごくお気に入りなので、ずっとこちらを使っているっていう感じでございます。続いてこちらは私のパジャマを紹介したいと思いますこんな感じ。私基本的にさ、こういうさ白いモコモコしたの好きなの。あったかいのよ、見てわかると思いますけど、いろいろ通ったけど、やっぱりユニクロのこのフリースのパジャマが一番いいです。なのでおすすめです。はい、あとはあ、この間紹介したのいきますか。このジレとこちらのエイタンのジレですけれども、基本的にこの時期になるとジャケット、トレンチコートみたいな、もう本当にこの2大巨頭でずっと着てたんだけど、でもなんかやっぱりジレのアイテムって1個持っているとすごく便利だし、愛のラインが作られるからスタイルがすごくよく見えるのよ。このアイテムに出会って、私はファッションの幅が単純に広がったなってすごく感じていたので、今回愛用品の中に入れさせていただきました。まあ、ファッションはなんかこれぐらいかな。はい、このアイテムのみを紹介させていただきました。続いてはこちらなんですけれども、こたつソックスでございます。その寒い時に本当にこのこたつソックスはこたつの中に入ってるんじゃないかって錯覚させてくれるぐらい、足元がめちゃくちゃあったかくなるんです。本当に体が冷えない、もうめちゃくちゃあったかい。これもこたつソックス、ちょっとでも使いすぎてボロボロに使ってる感ある、毛玉もすごい芯から冷えた時でもこたつソックス1時間ぐらい履いてたらもう体ポカポカしてくるもん。家に帰ってきて外に出ないってなったらもう絶対これ一択、こたつソックス一択だと思います。で、外に出る時に私がご紹介したいのはこれ、イオンドクターの足首を温めてくれるっていうシルクのアイテムなんだけど、足首のところにポンポンってつけておくだけで足首から温めてくれる。上からじゃあ例えば大きいさダボっとしたようなパンツとか履いてたりとかすると全然わかんないじゃん。だけどあったかいっていうのがすごく使い勝手がよくって、私はこれを愛用しております。最近愛用しているので言うと、このガーミンの時計、10月の中旬ぐらいにアンバサダーになってから24時間ずっとつけてんのよ。睡眠の質が測れたりとか、どれぐらい今日運動したのかとか、自分専用のコーチがこの近くにいるっていう点がすごくいいなと思って、なんか自分の体をもっと知った方がいいなって思ったの。なんかお水とかも自分の中では結構取ってる気でいたけど 1.3 とか 1.5 しか飲んでなかったなって思うのが、なんかちゃんと意識的に2リットル飲むようになったとか、例えばで、お家の中は全部この温泉水にしてるんですよね。その温泉水をだいたい1日に2リットルからまあ 2.23 飲んだりすることもあるんだけど、すごく調子がいい全てにおいて。で、あのガーミンの時計っていうのはもちろん知ってたんだけど、アンバサダーをさせていただくようになって、かつなんか時計を24時間ずっとねつける機会っていうのを増やしてみて、いや、よりいいなこのアイテムっていう風に思ったので、すごくねおすすめしたいなっていう風に思っております。続いては最後のアイテムになります。なんかこういうものを出す機会があるんだなっていうのも私自身もびっくりなんですけど、私の一つは下着を紹介したいと思いますこれ見て、シシクイドドチューブっていうドドさんがやってるブランドで、シシクイっていうのが出てるんだけど、そのシシクイの中にあるショーツの上に履く腹巻きが一体型になってるもの、これ本当に良くてあったかいので、これから12月の末1月の頭めっちゃ寒いよね。その寒い時にはこのジェラピケの腹巻き腹巻きがないと生きていけないの私。グレーもあるし、ベージュもあるし、でベージュとかだと白のさ、例えばパンツとか白のスカート履きますってなった時に黒のショーツとかって使ってたりとかすると丸見えじゃん、インナーが。だからそういう時にベージュの
あのアイテムを持ってたりとかするとすごく便利なんじゃないかなって思うので、まあ、普通に秋春とかそれぐらい の, そのお腹がちょっと冷えるなっていう風に思った時期とかはこれを使うのがいいんじゃないかなって思います。本当にね、腹巻きの生活をしちゃうともう無理だよね、抜け出せないよね。抜け出せないですね。抜け出せないよね。もうね、寒さあと冷えっていうのはもう天敵ですから、大敵ですからなので気をつけていきながら冬は乗り越えていきたいなっていうふうに思っております。はい、ということで今回はですね、私が、ここ最近ですね、愛用しているものを何点紹介したのかわからないんですけれども、たくさんご紹介させていただきました。普段使いしているものもそうだし、なんかファッションだけとかっていう風に決めずに、まあ、家電だったりとかいろんなものをご紹介させていただいたんですけど、まあでもいろんなものがあるからこそ生活の一部分だったりとかリアル感みたいなものは増すかなっていう風に思ったので、まあユニクロとかさ、それこそさ、こう布団乾燥機とかさ出す機会ないじゃないそう、だからすごくあの面白い回になったんじゃないかなっていう風に思っております。はい、ということで今回の動画がいいなと思ったらグッドボタン、そしてチャンネル登録をよろしくお願いいたします。さあ、それでは次の動画でお会いしましょう。朝日奈絵でした。じゃあねー。